こんにちは、さくらです。今回は、昨日の、ワンダッシュチャンネルの、最新情報についてみんなと一緒に見ていきたいと思います。プロセッカップ生放送が、生放送中に、トレンド、1獲得したらクリスタル500プレゼントということで、こちらも速攻達成しまして、今後受け取れるみたいなんでみんな受け取ってください。ありがとうございます。続いてはこちら、プロセカネクストの、採用楽曲ですね。今後追加されるということで楽しみですね。次いきましょう。こちらは、採用作品の衣装の方ですね。こちらかなでちゃんの、メリーバッドブライドという、いやこれやばくない？すっごい好きなんだけどこれ。これめっちゃ好きな人多いと思うんだけど、俺めっちゃ好きなんだけど、かなでちゃんがね着てるってことでも最高すぎん。本当に俺これね今後実装されると思うからもう絶対買います、これ。はい、続いて男性の衣装見ていきましょうか。ロイヤルアンティークということで、カイトくんがね、こういう感じで着てるんですけど、真っ白じゃなくてちょっと茶色みがかってるのがね結構おしゃれだなと思ってたんですけど、タキシードっぽいね。でカイトくんの背筋が良すぎる。はい、続いて見ていきましょう。ユーザー数1000万人突破ありがとうございますということで、素敵なねイラストが描かれているということで、何もらえるのか見ていきましょうか。1000万人突破記念ログインキャンペーンということで、感謝の気持ちを込めてクリスタル3000個、10連1回分ですね、思いの準決勝1個をプレゼントということで、こちら、通算ログインではなくて一気に1日ログインしたら一気にバッてこれもらえるんで、この期間中にねぜひね、めっちゃ忙しい人でもログインしてたらいいかなと思います。で思いの準決勝っていうのはこういうさ、ログインとか達成イベントで初めてもらったんじゃないかな。もし今までもらったことあるんだったらちょっと申し訳ないんだけど、とりあえずね、なかなかもらえるようなもんじゃないんで、もう絶対もらいましょう、これは。絶対もらいましょう。行きましょう、次。こちら、誕生日ライブ開催スケジュールということで、3人誕生日来ますよ。まあ、これは普通にいつも通りかな。七夕2022年ライブ、七夕みんなで楽しもうということで、7月7日の、0時から、8日の23時ということで、いやー皆さんこれ行きましょうね。で7月9日には俺の誕生日がありますよという感じで、バーチャルライブ来るんでしょうかね俺の。バーチャルライブ参加して称号をゲットしようということで、七夕2022年の、やつもらえますよと、あとショップ買うと、パンダと再販売の、アクセサリー七夕飾りが買えるみたいなんで、ぜひ興味ある方は買ってみたらいいんじゃないかな。続いてはですね、絆ランクの組み合わせが追加、24種追加されますということで、バーチャルシンガーが全員ねついてるようなやつになってるんで、これぜひねよかったら皆さん、はい、好きな方は集めてはいかがでしょうかね。続いて、楽曲追加情報ということで、こちら大会でね公開されてた曲ではあったんですけど、いつ追加されるんだってことで、ようやく、情報出たということで、脳症炸裂ガールということで、まあ俺の場合は滑舌炸裂ガールなんですけど、まあとりあえずバーチャルシンガーバージョンオンリーということで、こちら32ですね、32の楽曲となっております。もう俺ねもう全然、いやギリギリっていうか普通にクリアできるんですよ32だったら。なんだけど33になった途端ね、もうねクリアすらできない。だからもう33は超えないでほしい。32で攻めて止まってほしいな。はい、続いて見ていきましょうか。僕らの16ビット戦争ということで、バーチャルシンガーバージョンオンリーということで、こちらも、バーチャルシンガーオンリーで、こちらはですね33となっておりますが、楽曲レベル、うん、あんま来ないでほしいって言ったのにいきなり来ましたね。こちら聞いたことないんですけど、まあ楽しいだろうね。もう33の譜面だったらもうどうせ楽しいんだろうけど、まあ難しいが勝つかな、楽しいよりも。はい、続いて見ていきましょう。メリュー、ナブナさんということで、なんと25時ナイトコード、俺の大好きな推しのグループですね。かなでちゃんとまひゅちゃんとみくちゃんが歌ってくれるということで、もうね正直この曲知らないんだけど、もうねニーゴが歌ってくれるだけで神だから、もうありがとうございます。ありがとうございます。続いて見ていきましょう。エイリアンエイリアンナユタン星人さんで、ワンダショが歌ってくれるよと。もうナユタン星人さんと来たらもう完全にねワンダショかモモジャンのイメージしか つきません。みんな同じだと思うんだけど、もうそこがさ世界観合いすぎてさ、もうそれ以外難しいよね。他のグループに歌わすの。ということで今回はエイリアンエイリアン、俺でも知ってる曲が追加されますよって感じですね。続いて見ていきましょう。こちらは、ビビットバットのビビバスの書き下ろし楽曲ということで、こちらは、レオニードの書き下ろし楽曲ということで、楽しみですね。続いて見ていきましょう。アップデート情報、チャフルライブカーニバルイベントにて同グループのチームともマッチングするようになりますということで、こちらはですね、例えば自分のチームがピーマンで相手がパプリカだとしたら、ピーマン対パプリカっていうねマッチングはあったんですけど、パプリカとパプリカの、マッチングとか、
ピーマンとピーマン同士のマッチングっていうのが今までなかったんですけど、今後のアップデートにより、それが可能になりますよっていう感じですね。まあこちらのメリットとしてなんですけど、まあ周回速度が単純に速くなるよね。マッチングする速度がやっぱり速くなるから、待ち時間をね、今まで以上に、少なくできるんじゃないかなと思います。同グループのマッチングした場合は、グループポイントは獲得できないって感じですね。なんで同じピーマン同士とかだと勝利ポイント、はもらえないよみたいな感じですね。はい、続いて見ていきましょう。メインストーリーの特定のシーンで 3DMV が再生されるようになります。まあ、これちょっとよくわかんない人もいると思うんだけど、まあ、左下見ていただくと、それじゃあ一か一緒に歌おうって言ってると思うんですけど、この後ね、あの白くフェードアウトしていいライブだったねっていうのがあるんですけど、そういうようなところでちゃんとね、こういう MV3D の MV が、表示されるようになりますよっていうことで、よりねストーリーにこうなんていうの、先入観抱けるようになるというか、はい、そんな感じでね、素晴らしいと思います。なんで今までなかったんだ、カットされてたんだって感じだけど、さあ続いて見ていきましょうか。はい、こちら専用アクセサリーを持つメンバーは、専用と共通の両方のアクセサリーがつくようになりますって感じですね。まあこちら簡単に説明しますと、こちら瑞希ちゃんの衣装を、25メンバー全員に着せたって感じなんですけど、瑞希ちゃんの場合は、でかいリボンがついてると思うんですけど、同じ衣装を着せた場合でも他のメンバーに着せてしまうと小さいリボンになっちゃうんですよね。でその小さいリボンを瑞希ちゃんにつけるっていうことができなかったんですよ今まで。それがまあ今後可能になりますよってことで、まあ統一感とか生まれるんじゃないかなと思います。じゃあ続いていきましょうかね。ノーツ判定タイミングは 0.1 単位から調整できるようになります。合わせてタップの調整の UI が変わりますということで、今までは1だったんだけど 0.1 刻み 0.2 とかそういうのができるようになりましたよって感じですね。いやもうちょっと判定を遅くしたいとかタイミング遅くしたいっていうね、場合にめちゃめちゃ輝くかなと思います。まあこれね一番嬉しいよって人もね、いっぱいいると思うんですけど、まあ普通にね、細かい調整できるからいいアプレかなと思います。続いて、ノーツ判定にフルストレイトフリックが、表示できるようになりますということで、できるようになりますなんでオンオフが可能です。やりたくなければオフにもできますし、やりたければオンにできるって感じですね。こちらは、グレートからバットまでの判定ですね。なんでパーフェクトの場合とミスの場合はオンにしてても表示されません。ファーストなんですけど、こちらは、ノーツを押すスピードがちょっとあなた速いですよってなったら、これが表示されて、レイトの場合っていうのはあなたノーツを押すスピードちょっと遅いですよっていう場合に表示されます。まあ、フリックの場合っていうのが、右にフリックしろよって言われたのに左とか下にフリックした場合に、タイミングがねジャスト、最高にジャストでもグレートになっちゃうんですよね。なんでその際に、ここにねチェック1入るんじゃないかなと思います。まあこちらね、よりスパルタ教師をね雇いたい方はおすすめなんじゃないかなと思います。続いて、オリジナルメンバーで MV 再生時に、着用中のライブ衣装が反映されるようになりますということで、こちら、オリジナルメンバーで MV 再生した際になんか初期スキンになっちゃうんですよね。着せても自分の好きな衣装着せてても初期スキンになっちゃうんですよね。これ何だったんだろうね本当に。俺なんか前からずっと気になってたんだけど、ようやくねこれ来ましたということで、はい、嬉しい人多いんじゃないかな。ちなみにめっちゃ嬉しいです俺は。はい、続いては、楽曲選択画面に50音順ソースとオールパーフェクト絞り込みができます。まあ、50音はさておき、ミ AP っていうのがめちゃめちゃ嬉しい方多いと思います。俺もねたまに多分使うと思うんですけど、これねやっぱりみんなね最近上手くなってきてるんだ音ゲーが。なんでこういうのあったら嬉しいなと思います。はい、続いて、育成画面で育成済みのメンバーが分かりやすくなります。練習マスタートレーニングスキルアップが、対象です。まあ要するにマックスになったキャラクターがこうやって黒く表示されるんで、まあ選びやすくなりますよって感じですね。これは普通にかゆいとこに手が届くって感じですね。続いてライブトップの、UI デザインや演出が新しくなります。まあ、演出の方は正直この画面では分かんないんだけど、デザインわかるねこれ。変わったの、めちゃめちゃ変わってることね。お団子 VS 桜餅のはずなのになんか VS 豆腐みたいになってるもんねお団子と桜餅で豆腐倒そうぜみたいになってるのがちょっと気になるんだけど、まあとりあえず続いて見ていきましょうか。みんなでライブのフリーと、ベテランのルームの、ライブ報酬が統一されますということで、今までフリールーム行ってたらベテランルームよりもちょっと報酬がしょぼかったんですよね。それが、まあ、ベテランルーム行ってもフリールーム行っても、報酬が同じになるっていう感じですね。まあこちら単純にベテランルーム総合力なくて入れないよっていう方とか、総合力は足りてるんだけどなんかベテランルーム行くと上手い人多すぎて自分下手だからフリールーム行っちゃうんだよね、でも報酬がちょっとあんまり良くないからどうしようみたいな、
そういう人にとってはね、めちゃめちゃね、嬉しい情報なんじゃないかなと思います。はい、まあこんな感じで見ていきました。まあ俺的にね、嬉しいのはね、まあ衣装とかも嬉しいんだけど、あの白のね、あのかなでちゃんのやつ。いやでも、全部嬉しい。全部嬉しいね、これは。はい、今後アップデートとかいろいろ来るんで、皆さん楽しみましょう。じゃあバイバーイ。ちなみにこの動画撮るの4回目です。